はいどうも、中井戸です。今回は小話を一つ、面白ゲーム業界事情のコーナーです。まずゲーム業界の闇の部分として、給料が安いんですよね。どうしてもその給料の安さに目をつけた他の業界からの引き抜きが最近かなり活発になってます。というわけで今回は、なぜ給料が安いのか、どうしてそれでも働くのか、そして他の業界って何ですかと、ゲーム業界の人を関係ない業界に引き抜いてどうするんですかという話をしていきます。個人的に面白かったので皆さんと共有したくて動画を撮りました。ぜひ最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それではいきましょう。まずゲーム業界の給料について、一回真面目に聞いたことあるんですけど、やっぱ安いんですよ。安いって言っても、技術職にしてはっていうところと、普通の人は安いと思ってもらえるといいかなと。年収にすると300から1000万くらいの幅になってきます。高い事例で言うと、例えば年収ランキングトップはスクエニックスホールディングスさんで、平均年収1129万だったりします。でこれを聞くと、スクエニってやばくないってなりますよね。そんな高級なのって思うかもしれませんが、結構特殊で、スクエニックスホールディングスとスクエニックスって別会社なんですよ。で、ホールディングスはスクエニの幹部が少人数集まってる会社で、2、30人くらいの会社なんですよね。スクエニが稼いだ金をプールする会社です。そのワンピースでいう天竜人みたいな、別にゲーム作ってないけど、毎日美味しいご飯を食べたり、芸能人を抱いたりする人たちなんですね。資本主義って素晴らしいなと思います。一方で、ゲーム会社あるあるなんですけど、主に派遣とか契約社員の人たちが、10年、20年ゲーム業界にいて、年収300万ってこともざらにあります。昇給が基本的に存在してないですよね。ゲームが売れたらボーナスねみたいな話で、基本給は分かりません。他にも残業がえぐいと時給換算するとやばいとかいろいろありますが、皆さんが不思議に思うのは、どうしてそれでも働いてるのってことだと思います。どんな業界にも待遇がいい人悪い人いますよね。待遇があまり良くない人がどうしてそれでも働いてるのってことなんですけども、例えば時給800円のアルバイトって聞いた時に、皆さん安いなと思いますよね。沖縄県でも最低賃金は820円です。なので最低賃金の問題もありますが、そんなところでは誰も働かないと、だから800円の求人は成立しないっていうのがあります。逆に言うと、ゲーム業界にはずっと年収300万でも働きたいという人が一定数いるということですね。もちろん給料はアップしてほしいと思いますが、ずるずる働いている人がたくさんいるのは間違いない事実です。でこれがなぜかというと、やりがいの部分ですね。誰もが聞いたことがある大手ゲーム会社と、あんま聞いたことないけど実は上場しているゲーム会社、大手の方が給料は高い気がしますし、実際平均年収は高いんですけど、大手ゲーム会社の方がある一定の層がですね、その給料が低い場合がありますと。これはゲーム業界のやりがい搾取ですね。皆さんがゲームを作りたい、会社に入りたいって考えた時に、例えばですよ、ポケモン、ドラクエ、FF みたいな思春期に大好きだったゲームの続編を作る仕事、ただし年収300万と、新規オリジナルタイトルの何の思い入れもないゲーム、ただし年収400万だった場合、どちらで働きたいかってことですね。これは人にもよると思いますが、年収300万でもいいから、ポケモンやドラクエの現場で働きたいと思う方は一定数存在します。存在するからには給料を上げなくてもいいんですね。これがブランドパワーです。一応釘を刺しておきますが、ポケモンやドラクエがやりがい搾取をしていると名指ししてるわけではありません。給料は企業、そして個人によるところが大きいからですね。ゲーム業界は実力主義なところがありますから、個人個人で条件が違います。ただ傾向として、ブランド力の強いコアファンが多いゲーム会社は、他の会社よりも安く、会社側にとっていい条件でいい人材を雇用できる傾向にあります。 Twitter の S さんが FGO の概念レースの値をかけるならただでもいいですみたいなもんですね。これなんとなくわかりますよね。要はディズニーランドみたいなもんですよ。なので特に自社ブランドがないスマホゲー専門みたいな会社ほど人を雇うのに苦労しています。というわけで、300から1000、1200くらいのレンジですね。ただプロデューサークラスとか上の方じゃないと、500万超えると渋られるレベルで給料は安いです。一方で有名なユニークな人たちは、青天井、無差別級ですね。最近だと名越さん with 龍が如くの仲間たちが、セガからネットイース出資で名越スタジオを作ったり、小野さんがカプコンから旧ディライトワークスゲーム事業部に移籍して、螺旋宮の社長になったり、こういったのありましたが、こういう転職とかでいいポジションに就く人たちは、何千万とかそれ以上ですね。で、もう一つかなり闇の部分があるんですが、給料が上がらなかった人、つまりずっとやりがいのあるゲームで作業をしていて、管理職になれないまま年を取ってしまった人、こういった人は転職も難しいです。なぜならゲーム業界はこれでも人気なので、若い人がどんどん入ってきて、管理職はね30代前半になったりするので、年下の部下を雇うことになっちゃうんですよね。それはちょっとチームとしてもやりづらいってことで、転職も厳しいと。なのでやりがいを求めて安い給料で働き続けて正社員にしてあげると言われるも、全くそんなことはなく、給料交渉にも応じてもらえず、気がつけば転職も難しい、そういう罠がですね、ゲーム業界年月が経ってきて、どんどん浮き彫りになってきていると、そういう話を聞いて本当に怖いなと思いました。
さて、ゲーム業界外からの引き抜きの話ですが、引き抜きっていうとちょっと下品ですね。まあ、他の会社から、まあ、うちこういうところを目指してて、こういう授業やってるんですけど、カジュアルにオンラインで話しません?みたいなメールが来るだけです。まあ、転職の誘いですね。で、これどの業界から来るんですかって話ですけど、わかりやすいところだとメタバースですね。まあ、ゲームではないんですけど、3D のアバターを用意してトークしたり、ものによっては中でミニゲームしたり、いろいろできるっていう。日本だとまだあんまりいいものが出てないですが、海外だと VR チャットとか、ロブロックスとか人気ですと。ただ VR とかゲームじゃなくて、あくまでアバターで遊ぶスマホアプリですみたいなのを作ってて、まあそういう会社から呼ばれた一つ、これはわかるじゃないですか。まあそうでしょうねと。仮想現実みたいなものを作れるとすればゲーム業界の人たちだろうなってことで、まあ他の業界からっていう話を聞いた時に、あ、やっぱメタバースとかですかっていうには僕も言いましたね。ただこっからなんですけど、実はもっと細かくいろんな業界からオファーが来ていて、例えば不動産業界です。で、それ聞いて、え、不動産ってなりましたね。ゲーム会社で働いてる人が不動産会社にいて何すんのと思っちゃったんですけど、それを聞くとですね、こう言われたんですよ。スーモとホームズってあるじゃん。で、スーモの方がホームズより使いやすいよって言われて、まあ確かにそうだなと。僕はスーモで先に調べて何もなかったら一応ホームズも見とくかとかってなりますし、スーモのが見やすいんですよね。なんかこういう使いやすい優れた UI を作る技術がゲーム業界中にある。確かにってなりますね。で、そして今やですね、スマホ時代になってアプリ、特にネイティブアプリって呼ばれる、まあストアでダウンロードするやつが普及してきてるので、どっちも作らないといけませんねってなってるわけですよ。しかし、いわゆるウェブの方、ホームページとかは作れる人が昔からたくさんいるんですが、普通のアプリの方はあんまいないんですよね。というのも、元々の仕事からしてそんななかったんですよね。今やとりあえずホームページ自体じゃないですか。企業もホームページを持ってないとまずいというか、大丈夫かなこの会社と心配されるような時代です。田舎の中小企業ですらとりあえず持ってます。しかし、アプリはあんま作んないんですよね。ユーザーの方もアプリ落とすのめんどくさいんで、やっぱインストールに敷居があるんですよね。その高い壁を越えないといけない。もちろん一回インストールしてもらえれば、プッシュ通知ができるんで、すごい強いんですけど、なのであんまりアプリは今まで浸透してなかったんですよ。しかし、最近は何でもかんでもアプリにするようになってきました。まあ、巣ごもり需要で Uber Eats が人気になると、出前感も出てきましたよね。これらはブラウザでもできるんですが、アプリで使ってると思います。まあ僕もアプリです。ユーザーの方もアプリ慣れというか、インストール慣れしてきましたよね。そして大アプリ時代が来るわけなんですよ。なんかサービスするときに、ウェブだけじゃなくてアプリも作っとかなきゃいけないよねっていう風になってきたと。先ほど紹介したスーモとかもアプリがありますし、あと就職のリクナビとか、医療の分野でもありますよね。最近だとコロナ関係、新型コロナウイルス接触確認アプリ、ココアってのがありましたけども、国民に感染者との接触を通知するアプリと、4ヶ月で不具合でまともに動かなかったっていうクソアプリがあったんですが、政府とかお役所がアプリを作るってところまで来てますと。ただ、アプリの分野においては、スペシャリストがあまりに少ないんですね。元々そんな仕事なかったですから、なんでコロナアプリもあのざまですよ。しかし皆さんもよく知るあの業界にアプリ作りのスペシャリストがいたんですね。そう、ゲームです。2012年のパズドラあたりから急速にネイティブアプリ界で勢力を伸ばして、今や何億円何十億円という開発費、広告宣伝費を投じてアプリのパフォーマンス、使いやすい UI、そしてインストールさせるためのマーケティング、これらすべての技術をですね、命がけで競ってきた業界があるんですよ。勝てば1兆円です。まあモンストが1兆円稼ぎましたよね。負ければ何億円何十億円という赤字。負けられないので必死こいて技術を高めてきたわけですね。で、これは他のアプリ制作とは比較にならないですよ。彼らは最低でも2、30人で2、3年かけてゲームアプリ作ってますから、規模がすごいわけですよね。そんな何億とかのプロジェクトって他だとなかなか考えづらいじゃないですか。あんまピンとこないかもしれませんが、例えばコロナ対策のアプリ作ってくれって言われて、じゃあ制作期間は2年でとはならないじゃないですか。2年も経ったらコロナ終わってるかもしれないですから、すぐ作れと。せめて2ヶ月だろうとなりますよね。なんでまあクオリティもそんなもんなんですけど、ありえない環境で戦ってきたわけですよ。そんな人たちがいる業界があると、ここに気づいたわけですね。で、そんなスペシャリストがひしめく業界、一体給料はいくらなんだってなった時に、月50万安すぎる、うちなら100万出すってなったわけですよ。まあゲーム業界給料安いんで、本当にトップの人はたくさんもらってますけどね。ただエンジニアだのデザイナーだのやっぱやりがいを求めてるんで、安い給料で働いてたわけですよ。そんな高い給料を持った安い給料の人たちを、普通の給料をもらってる他の業界が見逃さなかったわけですね。メタバース業界なんかは金融が入ってますから、ゲーム作りとは一桁違う予算が出るわけです。なんでもうジャブジャブですよね。めちゃくちゃ景気よく金使ってます。皆さんに分かりやすく例えると、ミルダムくらい景気です、メタバース。というわけで、2021年から今年にかけて引き抜きが活発に行われてたんですね。引き抜き方向は何かというと、まあそれこそ知り合い系レッドの方も普通にありますけども、メールとかリンクドインにメッセージとかですね。で、どういうポジションの人が引き抜かれるかっていうと、それこそ全員だと。まず頭から引き抜かれます。
ロデューサーとかですね。で、プロデューサーだけ抜いても何ともならなかったんで、じゃあディレクターとかプランナーとかプロマネとかほとんど抜いてって。でもまあ、何ともならなかったんで、UI はやっぱ UI デザイナーいるよねとかってなっていって、結局その全員抜かれてったっていうことですね。ただ引き抜かれた人もですね、やっぱゲーム業界の方が面白いなと、戻ってくるパターンもある。なので引き抜きでゲーム業界がめちゃピンチってわけではなくて、まあ業界全体で見るとそうでもないと。ただ抜かれた会社は、そのピンポイントでマジできついでしょうねっていう話でした。さて、そんな状況なんですが、ゲーム業界で働いている方は、基本的にゲーム好きだし、ゲーム作るの好きなんで、他の業界に行きたくないんですよね。先ほども言った通り、やりがい搾取的なのが横行しているくらいなんで、まあ、ゲーム制作にやりがいを感じるわけです。なので、高い給料があったとしても、他で働くのかなっていうのはありますよね。しかしそれが、ここ最近崩れつつあるのかなと思います。それはドラクエとか、FF の最新作を作ってるんだったら、まだやりがいあると思うんですけど、あんまりモチベーション湧かないあるあるで言うと、よくわかんないキャラゲーとかね、半径元に気を使いながら、なんとか縛りプレイで頑張ってゲームとして成立させるやつ、あとは最近のスマホゲームですよね。あんまり面白くないガチャついてるだけのゲーム作るとか、そういうものの方がやっぱ多くリリースされる時代なんで、作る側としてはそういうものを過酷な職場環境であんまり良くない労働条件で作ってると、俺なんでこんなことやってんだろうってなると思うんですよ。そういうところから作る側のゲーム業界離れ、人材不足もあると思います。というわけでまとめなんですが、僕の言いたいこととしては、ゲーム業界の方は、一握りの上の方の人を除くと、持ってる技術とか、経験とかに対して、待遇が悪いんじゃないかなと思います。他の業界からしたら、素晴らしい技術を持った人たちがこんなに安いのかとなってるので、待遇の改善をね、した方がいいんじゃないかなと。例えば、この前ちょうどコロプラさんの決算から、ルミナリアの売り上げが低いって話しましたけど、会社全体で見るとめちゃくちゃ儲かってて、まあ、営業利益はね、50% 近く落ちているものの、それでも20億ぐらい儲かってるんですよね。なので、会社自体は儲かり続けてるわけですよ。ただ、人件費はケチってるなと思います。別に会社が儲かっても給料は上がらないという感じで、なので今後やりがいの方か給料の方か、まあどちらにせよ待遇が良くなるといいなと思いました。ではですね、チャンネル登録するかどうかお任せしますので、よろしければもう一本高井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上の中でした。今後ともよろしく。